いい報告かないい報告えっと皆さん私いいしおんはまだみんなみんな来てたサニーさんハトありがとうみんな来てくれましたか集まってくれましたか皆さん発表します皆さん 私、インシオンは来てません <laughs> えっともうちょっと人が来たからしましょうかはい皆さん ともさんありがとうミラーボール。皆さん、私、イーシオンは、NMB、NMB48 を、皆さん、私、イーシオンは、NMB48 を、 卒業しません。しません。しません。なんちゅ卒業や。急に。いやしません。しません。え。<laughs> なんか <laughs>。なんか急に。何の変な、なんか。 いい報告だよねってなんか心配した人が来たが <laughs> いたのでちょっと <laughs> ちょっといじっちゃっちゃってました <laughs> はいもうそんなまだです <laughs> 初遅<知>さ<想笑>ごめんなさい <laughs> ねこのタイミング面白いなと思って <laughs> ね、しません <laughs> えっとそうですねまあ夏だし <laughs> はいしませんえっとどんな報告かなってえっと報告っていうかまあ一つ目は うみちゃんありがとう1つ目はあの1人で自分で歌えることがステージで1人で歌えることが生歌でね歌詞全部覚えて歌えることができましてなんか人生の目標1つを叶えましたそして2個目2個目はものまね劇場公演のものまねナンバーワンにあの夜公演に 出演させていただきます。けんさんありがとう。三番目、三番目はえっと二日後、十五日から白組のコンサートが十五日いる十六日に白組のコンサートがあります。皆さんぜひカメコ席でも取れますので取れ取りますのでぜひぜひ。 さんスイカありがとうはいモノマネっていうやつは応募はもう始まってると思うんですけど配信は配信すんのかなまだわかんないんですけどでもこの3つ以外にも皆さんにすごいいい報告がまたありますけど今はまた伝えれないっていうか発見できないっていうか <laughs>「ゆりアピスさんありがとう。 えっと、今はまだ言えないのででもすごいいいことなのでぜひちょっと楽しみしにしながら4つ目のいい報告をお待ちしてもらえたらいいなって思ってます15日いくよありがとう <laughs> はいまだもう一つのまだすごいでかいすごいことがありますので楽しみにしながらお待ちしていただいてください <laughs> 昇格ってそういういい系じゃないです、はい、自分の仕事的ないいことなんで仕事のいいいい報告がありますなので楽しみにしてもらいたいなってもうすぐあのコンサート終わりぐらいやったらもうすぐ行ける言えるかな <laughs> さあにさはありがとうはい そのぐらいかなでグラビアはまあやりたくてもいやだからシオンのグラビアが見たかったらあのだんだんシオンのことを好きになってもらってあの握手会とかリアルお話会にだんだん来てもらったりシオンの推しになってもらったらシオンも考えて考えてグラビアするんでもっと もっとみんなシオンのグッズとかお話会来てくれたらシオンもやるよ <laughs> まず私は選抜メンバーになったらグラビアするって決めてるんで <laughs> アルナさんありがとうグラビアしたら推しぶえるぞシオンは推しが増えた後にグラビアしたいアルナさんありがとうえっと選抜メンバーに 入ったた後にグラビアをしたいです <laughs> な,んなんかグラビアはそんな悪くは思いませんですが <laughs> 悪くは思ってないしなんか人生でなんかいい経験っていうか経験っていうかあのそんな私はうん自分のボディに自信がある <laughs>。 自信はあるんですよあの腰がすごい入ってる辞退しません卒業しません皆さん落ち着いてくださいブッケさんありがとうそうくびれっていうかあのすごいなんか綺麗なお腹が一番自信あるのがお腹がちょっとだけダイエットを始めてちょっとだけ経ってもあのお腹がすごい減るっていうか 華奢になるんですよだからお腹を見せたいっていうかいつもの衣装でもお腹は自信がありましてお腹出したいとか言ってるんですけどやっぱり腕は自分のコンプレックスって思うんですけど腕の代わりにお腹はすごい自信あるんで足と。なんかそんなグラビアやりたくないっては思ってないんですけどなんか。 選抜メンバーになってたらもうちょっと選抜メンバーになってあのちょっと注目を編みてる時に「ドゥドゥングラビアしますします! <laughs> します」ってなったらもっと注目が増えていくっていうかその2倍になるんじゃないかなって。 思いますのでその時やりたいなってずっと思ってました「まー、あ、ちゃんありがとう」「おりあずしさんありがとう」はいその時やりたいなってキュッと足に自信あるならグラビア絶対言うあるわまあねグラビアまあそう昇格しないといけないけど「まー、あ、ちゃんさんハート100個ありがとう」そして私年齢的にお姉ちゃん側なのでまあちょっと そういういできるんじゃないかなって思うのもあるしうんグラビアはもうなんかね胸だけじゃないと思うので <laughs> ハッピーナシさんありがとうございます。でそしてあのこ今日のバンド今,日今回のバンドメンバーの歌唱を「n m i ライブで久しぶりに見たなと思ったそうですね。 <laughs> そうあの今回の,あの今日カラーズシーンさんのカラーズライブがありましたんですけどあの初めてあの研究生なんですけど先輩と一緒にやってもらって今までずっと <laughs> ずっとねこうもちろん。 白組赤組のリハーサルもずっとあったんですけど2週間前1週間前ぐらいにあったんですけどやっぱり私はあのカラズさんの生バンド生歌であの初めてバンドさんと合わせて生歌で歌うので,でしかもフールメドレーじゃない方はフールの曲だったので。 コンサートってなったらワンハーフが多いじゃないですか。フールとか歌う機会があんまないので、その2番目の歌の歌詞とか分かんないとこがあったんですけど、まあ、そういうのもボカル、ボーカルフルじゃない。フールフールボカルのトレーニング、もうレッスンもいっぱい受けさせていただいて、 先輩と一緒に何回かぐらいずっと劇場公演終わりで合流してボーカルのレッスンを受けたりした方もたくさんいらっしゃったし私もビーツ公演が終わって飛び込んでボーカルのレッスンを受けた時もあってまあ「フルフルフル!」じゃないよいや「フル!」じゃないで「プールフルプールプールプールいや もうもうフルです <laughs> そうですすそねだからあの白組のあ明日赤組じゃないですかだから今日の先輩方にも赤組の方はすごいなんか同じなんか延長っていうか今日もコンサートって感じで来てるかなって思う <laughs> 私もそう思ってます今日からまたなんか今日は NMB のコンサートではなかったんですけど。 なんかそうコンサートの延長戦って感じで <laughs> なんかやらせていただいたんですけどいやそういう話じゃないで、ね「サニーさんありがとう」みんないじってくるんですけどワンハーフじゃないあの全曲全部を歌いました。で私的には まあ歌うまいっていう言ってくれてる方がいらっしゃるんですけど歌自分も歌がうまいって思ってるのは半分ぐらいです私は歌がうまいなって思ってる時もあるし歌ができないなって思う時もあるのででも今日は結構朝から朝からっていうかリハーサルもやってもらってるし。 昨日もバンドさんに昨日会って初めてバンドさんと昨日会わせていただいてえっと今日も365日は3回歌ったんですよ <laughs>。本番前に3回歌いまして私最初歌った時は歌詞が1回飛んじゃったんですよね。あの日のの番目のサビが ハピネスさんありがとうございますリハーサルの時にはは最初のリハーの時に歌詞2番目の歌詞が一瞬飛んじゃってでも下に歌詞が出てるんですけど最初は歌詞出ないって言われたのでずっとあの歌詞を覚えるって感じでプレッシャーがありましたしかも一人で歌おうなんて怖かったし365日の でも本番とか2回目のリハからはずっと歌詞見ずに歌詞もできていけるなって思ったんですけどやっぱりあの韓国人として韓国の歌詞さえ覚えるのも私難しかったんですけどなんか日本の曲を日本語の歌詞で覚えるのがすごいプレッシャーだったので最初選ばれた時に。 実は歌うまってて言われても心の中で歌がうまいって言われてるから私がうまくなかったらどうしようとかちょっとミスしたらどうしようとかいっぱいし心配をして、まあ、注目を浴びてるとここそプレッシャーもどんどん増えていくんですけどそうでもうん韓国人です皆さん私韓国人です。皆さん 私韓国人です。私韓国人です。私いいいいです。いいシオンです。いいです。<laughs> あのいいです。恥つまめじゃなくていいシオンなんで <laughs> めちゃくちゃそうですね。本当に最初は選ばれて嬉しい気持ちもすごく多かったんですけど絶望感がありまして。 メンバーと一緒に歌うのはすごいいいんですけど「365日」をソロで歌いますって聞いた時にめちゃくちゃ絶望して嬉しいけどいやーもうこれ私できなかったらどうしようっていうもう本当に怖いっていうか不安しかなかなったんでも「365日」すごい私も好きな歌で。 なんか山本彩さ,さんも一人であのソロで。の音源もあるし。なんか nmb の先輩なので、すごい尊敬してるのもあるし。でも二番の歌詞歌うことあんまなくて <laughs>。二番を覚えるの大変で。ジム行ってるじゃないですか、あの歌う、なんか。ジムでトレッドミルでこう走る時も。ずっとそのカラオケの音源とか。口パクしながら。 なんか走りながらこう歌って朝の空をね、口パクしながらやって帰り道もすごくなんかカラオケでなんか流して歌ったりして一皮を越えてるっていうか自分を乗り越えたって感じがすごくして嬉しい気持ちで今ショールームでみんなに行っちゃおうって思ってショールームで。 2つ目2つ,つ目は私あの今日海賊王でした <laughs> でも私が本当にピピさんありがとう私は本当にソロで歌えてよかったなって思うし私で完璧に歌えてすごいよかったすごい楽しかったって思うので私は。 なんか泣こうかなって思ってたんですけどやっぱ泣けなかったんです <laughs> でもみんなが泣いてるのかって思ってましたみんな泣いてるんじゃないかなって特にオ音の推しの方は、ね、韓国から来ていろいろ韓国人なのに日本語のやつを歌いながら一人でなんか一番7.5期生の研究生で先輩の中で一人でなんか生バンドので。 一人で立って淡々とねフルコラスを歌ってる自分を見て自分のファンの方が泣いてるんかなって心配しました <laughs> 泣いたらどうしようってありがとうございます皆さん <laughs> そうですねでもそのぐらい自分がみんなに自分の気持ちをみんなに伝えて れたなって思うのではいすごくなんか眠いけどめちゃくちゃ楽しい時間でした今はもう眠いけどショールームしたいぐらいみんなに感想を教えてもらいたいしそう一番後輩でしたねなんなら年齢は 年齢は上だけど一番後輩なので撮影 OK の曲2つのも撮影をっ完コピーで踊ってった <laughs> まっちゃんさんありがとうそうね撮影も OK だったので後半のソロコンサートそうそうそうその話もしたいです うみちゃんさんさありがとう。で365日をあのピアノと私の二人でやりましたけど森保まどかさんがピアノでやってくれたんですよ。うみちゃんさん100個ありがとう。で私ねオタクじゃないですか。この話したかったけどあのバタバタしちゃってまどかさんに言えなかったんですよ。でもも写真はとっても 撮ってすすごいい嬉しいですけどあの HKT さんが私好きでいや全部好きなんですけど何て言うとあの HKT もうじゃなくて私48グループ全部してるからあの、ま、どかさんんんとはあのそなな話てなかっってたんですだって今日ちょっとプレッシャーがあったのでメンバーさんと一緒に行ってその元気をもらってるっていうか。 そんんなな話でではなかったんですけどまあね感想の時とか「一緒にいっぱい目合わそう」とか言ってくれださって「はいわかりました」とかそういうことですね。で私あの HKT さんの太田愛花さんの神推しなので今も太田愛花さんが大好きで皆さんご存知ですか AKB48 の 今日緑やったからメロンジュース見たかったですよねみたいな感じでの「サニーさんありがとう」はいで初期から好きだったんですよ AKB の AKB3 期生さんのラブタンさんの AKB 頃からラブタンさんがずっとずっと好きで HKT に移籍した時もずっと好きで、うん、HKT さんもよく詳しく知ってるんですけど まどかさんはえっとやっぱ美人で足長いし背高いのであの、ま、どかさんと森,森安まどかさんとあの松岡菜津美さんのペアが好きでしたはいもう高3です私あのその二人のまどかさんと菜津美さんのペアがすごい美人で可愛いいって思って憧れででお気に入りの方です 買っ,たっていうかあの、まあ、もちろん一押しはラブタンさんだったんですけど好きでした。でそれであの今,日今日っていうかあのバンドにバンドにマドカさんがいらっしゃるって言われた時にはすごい衝撃を受けてやばやばってなりましたなんか自分が昔から大好きだった人たちなんか昔からずっとアイドルとして見て。 好きだなとか憧れてる方を。私が一緒に歌って。しかもなんか二人で曲を。できるなんて。すごいなって思ってるし。なんかすごい。なんか嬉しいっていうか。めちゃくちゃ嬉しくて。でも言えなかったんです。悔しい。ムッキーさんありがとう。悔しいな。 だって今日朝からずっと決心したもんあの、ま、どかさんに会えたら昔からオタクしてて HKT さんもよくしてるし私太田愛花さんの一押しで今も一押しなのでもしよかったらラブタンさんに私が大好きなので結婚してくださいって伝えてくださいって伝言を伝えたかったんですけど緊張してやもうなんか緊張してできなかったんですよ。<laughs> 緊張してそんななこと言えなかったんですよただのあの顔合わせますっていうなんかそういうことしか言えなかったんです私悔しい伝えようかな SNS で LINE とかいや持ってもらってないんですけど「サニーさんありがとう」ああね確かにね LINE とか聞いたらよかったね <laughs> ラインの教えてくださいとか言ったらよかったよね福岡へ行くときに会ってくださいとかね <laughs> ツイッターでねフォローしちゃおう絡んじゃおう <laughs> いや結婚したがるというか私最近結婚してないから <laughs> いや私最近結婚してないんですみんな知ってるんですか <laughs> そしてあのあれですよねあの私 TikTok をよく見るんですけどやっぱ TikTok で <laughs> ジョーカーさんありがとう TikTok ですごいあのな,なこなこカップルさんが出てき来てくださってみんみんさんありがとうそうそうそう。 <laughs> ウーカさんとハート作ってました最近はい最近あの最近何が最近結婚してないそうそうそう「ゾウカーさんハート百ありがとうハートね最近け結婚してないですなぜなら私はなぜなら最初あこの話言ったな 最初入った時はみんなが可愛くて結婚しちゃおうと思ったんですけど今はもう家族ってなってるんで、まあ、結婚しようって言わなくても結婚をしてるって感じがすごくするのでみんなに結婚しようって言ってないですもう結婚をしてるって思って思い,思い込んでます <laughs> そうねでも <laughs> そしてあのなこなこカップルさんも今日来てくださったんですけど「あの真夏の果実」を一緒に幸くんさんと塩まよさんありがとう幸くんさんと一緒にあのかりんさん私ウーカさんチーロさん4人と5人で歌わせていただいて最初はハモルがなかったハモリがなかったんですけど最初からなんかレッスンの時に「サニーさんありがとう」 レッスンの時にハモっちゃいましょうってなってなんかハモったらすごいことになって <laughs> ユリアピスタんありがとうダランギャロネ金 <laughs> 子さんとはなんで結婚すんの <laughs> 結婚しませんそう四六時中も好きと言って私はそのハモリのハモリの上の人でした気づけましたか四六時中も 四六時中も好きと言ってっていう人でした愛をそのままにの人でした金子 <laughs> さんはメンバーちゃうやろ C <laughs> は C は男と結婚やったらファンの人ファン もうなんかファンの方の男のひとしか結婚しません。<laughs> ファンの方の男の方しか結婚しませんのでダメです。金子さんはもうあの無理です。無理です <laughs>。そうですねあの。 ファンの方と結婚してるんんでですすけど私、ぽよさんもダメですファンの方じゃないので結婚ダメですチカポヨさん男と結婚ならファンの方としか無理です女の子女の方はもう誰でも結婚できるんで私 <laughs> まあねでもそのこうくんさんも初めてそのステージに立ってたっていうことで でもすごくうまかったです。緊張感もあるってあきらさんも無理 <laughs>。緊張感もすごいあったと思うんですよ。私も私だってオーディションの時とか人前で初めてステージで歌った時にすごい緊張してたし、しかも生歌なので <laughs> すごいなって思いました。あのその緊張してるのにそんなだけできるのって絶対絶対 今日じゃなくて家でとかお風呂とかで歌ったらすごい上手い人だなって思いましたでなんかねなんか一人さんが来ていらっしゃったんでなん歌って歌った終わりになんかなごみさんなごみさんに結婚しようとか言うんかなってサプライズとかあるんかなちょ,ちょっとだけ楽しみにしてたんですけどなかったです <laughs> なんかさプロポーズありそうやなって思ってっちょっと楽しみにしてたんですけど全然自分の妄想でした「<laughs> サニーさんありがとう」だってお風呂のところでみんなおったってない <laughs> でもカリンさんとあのクレイユウキさんの <laughs> 誕生日のサプライズがありましたので <laughs>。 そうハッピーバースデーのサプライズがありましたね <laughs> であのあれやそしてバンドの私バンドでバイオリンさんが入ってるの初めて見ましたゾウカさんありがとうキまぐれんさん南さんありがとう そうバンドの方でバイオリンが入ってるっていうことだけですごいなんか盛り上がるなって思ってなんかバイオリンってオーケストラにありそうな楽器なのになこのバンドなんかカジュアルな感じのなんかドラムもあるしなんかそういうバンドにもバイオリンがすごい似合うなと思ってなんかめちゃくちゃいい感じだなって思って感心した。 MC のしおみんははしゃいでって楽しそうで可愛かった <laughs> そうね MC もめちゃくちゃすごかったです私あの何でも言っちゃいました <laughs> そう珍しい構成ですね。<laughs> てしかもバイオリンの方が外国の方なのでちょっと 心の中から親近感が湧,ま湧きました <laughs> どっちも外国の人なのであのでも英語の方と韓国の方なんですけど私は <laughs> すごいなんか親近感が湧きましてやっぱね公共に帰れない帰れない状態とかもあるかもしれないしバイオリン頑張ってくださいこれからも <laughs>。 おバイオリニスト結構いらっしゃるんですかねバンドに <laughs> YNN さんがいいしはいいね <laughs>」「外国の方なのにめっちゃ日本語うまかったそうねそこも似てるね」なんか外やっぱりその外見が日本人じゃないって分かるじゃないですか。日本人じゃない外見を見ても急になんかペラペラな日本語が出てってしまったらすごいなんか面白いんですね。 すごいなと思うし私もそう見えるんかなみんなにみなみちゃんありがとうツイッターで YNN がシオンと絶賛して <laughs> YNN <N! 笑> ありがとうございます最近八期生のスポキンとか最近八期生をすごい呼んでるっしゃるんですけど YNN さん私のことを忘れましたか 最初私のことめっっっちゃいいって言ったやん私もなんか「しおんいいね」とか「面白いね」って言ってたくさん YN 出てとか言ったやん私のこと忘れたんかもっとしおんのこと読んでよだって YN さん出たらアルポートあるもんおかし <laughs> 違います嘘で嘘です嘘なんで嘘です YN さん大好きなので また呼んでください <laughs> ねカラオケとかめっちゃいい呼んできてくださるんですよカラオケとか絶対カラオケやったら塩入るしなんか24時間の放送とか <laughs> アルフォーと狙いなんです私アルフォーとミルク味と普通の味2つも用意してくれるんですよ だからミルク味食べたら普通の味食べて普通の味食べたらミルクの味食べてもう永遠に食べれるんですよ。そう八期生のキャンプはやらないのかなやってほしいしおんも先輩側で出たい今ならねもっとうまく道具屋敷歌えるだってその時は <laughs> 道具屋敷初めて歌った時めちゃくちゃ緊張してもう顔が顔固まってたんですよ。 みんな、今から YNN さんのツイッターに行って、コメントするんだシオンを、シオンをもっと出せとか、シオンを出せ !YNN 番組にシオンを出せシオンを出せシオンを出せ千と千尋みたいにね、あの、シオンを出せっていう、なんかカエルみたいに。今バイト終わったお疲れ、みさきちゃん。増加さんありがとう <laughs> 7.5期キ,キャンプないと思うよだって一人だもんそうガチガチだった道具やすじ <laughs> そう何を歌わせとんねんほんまに道具やすじとか韓国人に歌わせてそんな使いまくって塩出せほんまにだって YN さんあれだろ 前海鮮ピクニックしてめちゃくちゃ美味しかったんでまたそういうなんか食べる食べる番組してください私そのその日をチートデイでいて狙ってるんでダイエットしてる中に YNN さんの配信入ったら絶対その日はダイエットできません七 <laughs> 7キャンプアワー8キャンプアワーじゃないお疲れ様です <laughs> コメントしてきたよかった。ありがとう。<laughs> グランピングいいよね。養蚕。ええー、そうなんかな。みんなコメントしてきて優しいですね <laughs>。松岡桜ちゃん来てる。どこ桜ちゃん。おい、桜ちゃん。松桜を出せ。見えないんです、私に。

しおんさんアルフォートの話ぐらいから聞いてました <laughs> めっちゃめっちゃいるやんさくぱん何してるん今ねい一緒の白組なんでさくぱんありがとうなんで寝てないの <laughs> サクパねはじ八級制のキャンプしたいよね言ってみよう YNN さんに <laughs> お疲れ様ですなんかみなみちゃんありがとうなんか話したいことを全部話したんかな私あとはモデルさんが綺麗でした モデルさんにも声かけたかったんですけどやっぱそんな時間がなかったです <laughs> 今日はそんなすれ違いの時間さえなくて終わってすぐケーキを取らなきゃいけなかったんですけど <laughs> ライブ終わってあのグレイクレイさんとカリンさんの,あのケーキあるじゃないですかそれ,それをみんながこう。 分けてくれたんですよでフルーツも多かったしメロンといちごも多かったしチョコがめっちゃ激しいチョコの味でめっちゃ美味しかったんですけどチョコも乗せてるしめっちゃ美味しかったのあのケーキの中にいちごも入っててにレイさんと私2皿食べたもんチラッと見たらレイさんさっき食べてなんかお皿きれいだったのにまた新しいもんがドンとあったから。 ああ私も2つ目食べようって思ってブ <laughs> キーさんありがとうそうそのケーキをみんなで配ってくれたんですけど <laughs> ああなるほどねライフ良かったね2皿食べたで今日は、まあ、ギリギリまで夕ご飯も制限してギリギリまでダイエットできたのにやっぱあの <laughs> サプライズがあるって聞いた時に これケーキ来るなって思ってて <laughs> 思これケーキ絶対くるなって思ってそのケーキ <laughs> 絶対みんなで分けて食べるなと思ってもうなんか心の中で半分は半分分はは諦めましたもしかして今日ダイエットできないかもしれないって半分諦めてでも予想通りそり激しいチョコの味のフルーツケーキがめちゃくちゃ美味しかった。 しみんなも食べましたみんなもみんなも食べました「サニーさんありがとう <laughs>」そうもう毎回ダイエット明日からになるけどなんか今まで1週間ぐらいずっとなんか食事制限とか運動もずっと行っててめっちゃ頑張ってったのにやっぱ本番だったら崩れちゃうもんね。ゾーカーさんありがととう本番とかコンサートも 今までは頑張ったのにコンサートの当日になったらやっぱ差し入れとかあるから崩れちゃうのよでも今まで1週間ずっと頑張ったのがすごい自分の中では偉いなって思ってまた頑張れそうやなって思うのがあって <laughs> そうそうそうまた痩せたらいいしって感じで言う最近は生きてる <laughs> 最近は生きてる そういうい感じですねモデルさんとも写真撮りたかったんですけど時間がなくて景気撮らなきゃいけなくて <laughs> 時間がなくてちょっと無理だったんですけどすごいみんな可愛い方すごい多かったのでまたこのショールームで言っときます可愛いいですね <laughs> そしてあのもう一個あるあのなごみさんめっちゃいい匂いした。 <laughs> 写真一緒に撮ってる時に顔小さいし細いしモデルさんみたいに本当に綺麗背高いしあのみかなさんみたいですみかなさんも横に立ってたらめっちゃいい匂いするんですよだから今日もいい匂いしますねって言ったんですけどあの。 感じと雰囲気が似てる感じのなんかいい匂いがしてきましたなんか私の心の中のおじいさんが蘇ってきてみかんなさんドーナツの匂いではないですえっとめっちゃなんて言うにゃめっちゃ女の子みたいな匂いしてますどうかさんありがとう みかなさんどんな反応え私がいい匂いしますねって言ったら <laughs>「ありがとう」って言うんですよ <laughs>。「ありがとう」ってほんとこれです。よく <laughs> よくなんかみかなさんにオタクしてるので <laughs> そういうのがなんか反応が慣れてるっていうか感じ。 昔もなんか「服可愛いですね」とか「やっぱ顔可愛いですね」とか言ったら「<laughs> ありがとう」って言ってくれる <laughs> そう冷静に答えてくれるんですよ <laughs> え。えいやでもやっぱり。 みんなと家族って思って結婚しましょうって言わなくても結婚してるって思い込んでる感じなのにやっぱりみかなさんの顔面見たら結婚しましょうって出るんですよあの口で結婚しましょうって出ちゃうんです <laughs> 出ちゃうの出てしまって <laughs> ねそういう時のなんか えなんで結婚すんのってなる <laughs> だからみんなと結婚するしてるんでしょって言われてて「最近結婚してないです」って言ったら「最近ってどういうこと?」ってなんか <laughs> はい突っ込まれました <laughs> 面白いなピコネ眠いです眠いので。 でも冷静やけど優しいんですよなんかそういう時は冷静やけど普通になんかおしゃべりとかしてる時にガールズトークガールズトーク初めて若ぽんさんとみかなさんと3人でなんかガールズトークちょっとだけしました楽しかったそういうあるじゃないですかガールズトークの ねわかるーっていう感じのそうだよねわかるってそういう久しぶりにガールズトークできてやっぱ私ガールズだったなーって <laughs> 私ガールでしたあの女でしたはいあとちょっとで誕生日だケンさんの誕生日おめでとう <laughs> そうですかポンさんあんまりガールズトークのイメージちゃいます <laughs> いやでも女子トークでしたすごい女子トークあのコンサートのコンサート当日とかだったら食べちゃうよねとかむくんじゃうよねとかのなんか女子トーク <laughs> 年齢近いかなあ確かに2個下1個下ですかねちなみに私が年上なんで。 かさんありがとうめっちゃ年上なんですよあの今日のメンバー今日のメンバーの中でウーカさんチーヒんさんかりんさんぐらいが私の上かなそうその3人の中は一番なんですけど今日4番目の人なんです私えっとウーカさんピピさんありがとうウーカさんチーヒさん そして、カリンさん次が潮なんでやばい <laughs> めっちゃ年長やって思いました研究生ながらそっかね本当にねあしシンシンさんもおったシンシンさんおったいやシンシンさんめっちゃ年下に見えちゃって忘れちゃったウーカさんチヒさんシンシンさんカリンさん私かな 5番目かなじゃん年でやったらそうねそんなシンシンさん見えないです合法を合法ロリーですサニーさんありがとう合法ーーロリーまあね <laughs> でいつもかりんさん私のことを一個下なのを,を忘れるんですよ <laughs> んんさんにかりんさにんでも私たち一個しか変わらないですよって言ったら「えそうなの?」って毎回言ってくるんですやっぱ忘れがちやなーって思いましたあ忘れがちっていうかあの記憶力悪いなー <laughs> でまた MC の時にもなんかかりんさんの感じの間違いがあってすごい面白かった。 <laughs> え、合法ロリってバンされるなんか昔あの NMB にいらっしゃった市川みおりさんがすごいなんかーー「合法ロリ」っていうので話題になってそれで覚えたんですよ日本語それの日本悪い言葉だと思ってなかったわ十 <laughs> 七17に見えるの そりゃ、やばいやんそうそうそう <laughs> でもたまにそういう漢字の間違いがすごい可愛いっていうかいいじりたいんですよ漢字を間違ってくれてありがとうっていうぐらいあの、自分のいじりができるので。<laughs> まあねそういうぐらいかな。もう全部言ったんかな。今日じゃなかったら忘れそうやったからショールームで言ったんですけど。ね写真とかねどうでしたんかね。なんか歌とかどんな感じか分かんない方もたくさんいると思うのね。の来れなかった方って見れなかったんかなって。 そう自己紹介でチキャッチプレーするんかと思ったら違いました <laughs> そうね空気はめっちゃ呼んでくれるんですよ個人さん本当にうまい MC とかうまいですやっぱ先輩と一緒に MC したら自分の暴れ方もうまい取り方してくれるのでめちゃくちゃ楽しかったです、MC、の時もずっと なんか後輩としてなんか暴れてもいい感じになってくるっていうかめっちゃ楽しいですまた先輩と一緒にやりたいし M 公演とかも出てる時も MC 楽しいし先輩たくさんいらっしゃるんでまたマタギもずっとしたいなって思ってるんですよやったら また違う雰囲,気雰囲気のフレッシュな MC とかになるけどやっぱ自分の仕切りとかになったらすごく悩んじゃう大変っていうのもあるので MC をちょっと磨くって感じのビーツの MC のコーナーとかあるんですけどやっぱ先輩といると安定感っていうか全然雰囲気違うし楽しいそうね大変ですね さて明日,明日から夏コン始まるんですけど皆さん楽しめる準備できてますかしおんまもうばっちりなんですそういえばしおみんのことを「ルセラフィムのさくら」って子が気になってるらしいよえ嘘やん絶対嘘 どういうことですかさくらさんが私を嘘でしょ <laughs> 嘘でしょ背取り言わないよ絶対お疲れ様 <laughs> えマジ嘘じゃん絶対嘘どこからの情報ですかどこからの情報なのかしっかり 言ってください信じれません <laughs> 信じれませんほんま会ったことないですあかぶったことがないので「サニーさんありがとう」まあ私は好きなんですけど桜井さんのことは好きなんですけど あかぶったことが全然なくてあるんかなないんかなないしあんまないみさんありがとうあつこも楽しみしおんのおかげでずっと楽しいえんちくさん <laughs> 日韓のかけ足の2人からやねそうだねやっぱりねしおんがまだ功績とかはないけど でもまあこうやって眠い愛しか会えますよだってまあ次のシングルのリハルお話し会とかもあるし今日はゆっくり休みますなんか言いたいこと全部言ったかな とにかく白組もまだあるしあとあのレイコさんと焼肉の約束を取りました <laughs> 夏コン土曜日行くよ今日もたのハートがいっぱい来ちゃった <laughs> ピッピーさんとピッピーさんありがとうユリアピースユーリアピースさんありがとうありがとう ねえ本当ですかルーセラヒムさん私も大好きなんですよもう一人の日本のメンバーさんですかツイッターとかでシオンに証拠を証拠をツイッターとかでシオンのことをタグしてもらったら信じます <laughs> 土曜日来るの楽しみ30分のはずが結構長い時間ですね <laughs> うちは眠ってるごめんなさい <laughs> 最近公演出れなかったですよねカズはちゃんズはちゃんが師んってことリアルお話しかね状況はいやでもあるんかなって思ってるぐらいですあのやる 確定じゃないんですけど前みたいにやる,なやるんじゃないかなっていうあの自分の想像です <laughs> 次もだから前もあったから次もあるんじゃないっていう感じで私は思ったんですけど <laughs> 違かったらごめんなさい違かったらオンラインお話し会で <laughs> ぜひ待ってますので <laughs> もうすぐ1時間や もう一時間なんなら、じゃあ切ります。今日のステージが素敵でした。夏ツコン頑張ってねありがとうございます。こう白ゴミ行くよ。白ゴミ。<laughs> 赤ゴミも行くんでしょ？うちは売り切れててゲットできなかったごめんね。ええー、うちはない。もうゲットできないの？ なんでだよでなんでだよなんでもっと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 作って <laughs> もっと作ってくださいもっと作りましょうだってゲットしてない人がいるぞもっと作ったれもっと作りましょううん夏子の塩のうちは勝ったんやが受け取りがコンサートのあとしかできへんなんでな 絶対コンサートの前やろ絶対コンサートの前やんたくたくでもペンライトは紫と白としたらシオンが見つけるんで <laughs> どうぞ <laughs> <laughs> シオンも y n でお願いしてしに行きますねうーん ショップはショップはあ,あ,あないかな <laughs> うちは明日から年日ショップであ明日から年日ショップで売ってるらしい明日は白ゴミちゃうから <laughs> こんばんは会場でたくさん売ると会場間に合わんなるからねそういうことかしおんちゃんのグッズめっちゃ早く売り切れたよそうなんですか うれちもしかしたらシオンのグッズのあの量が少ないんじゃない <laughs> 量が少ない <laughs> 量が少なさすぎてもう全部売り切れたんちゃうかな <laughs> まあちゃうかったら嬉しいけど <laughs> 明日ショップ言えば買えるらしいです今日紫と白のペンライト見つけてくる見つけましたよ365日の時にめちゃくちゃゃくペンライト いやだって今日選抜メンバーさんしかおらんのにしかおらんのに潮のペンライトもたくさんいてくださって2階にも上にも見えました2階にもいてくださってめちゃくちゃうれしかったうれしかった誰もいないかったらどうしようって思ったんですよだって強い先輩選抜メンバー強いじゃないですか <laughs> はは同じのはずだよああショップの数が少ないっていいね塩民民国が増えてきて塩民国が増えてきたんかなずっと紫と白だったよ褒めてよちよちーなごちゃんよちよちありがとううちは帰るんだら明日ショップ行ってみようお風呂から上がったわ熱 <laughs> もう私は今から大風呂行きますので白組はバレずに <laughs> バレたらあかんで撮影 OK の動画アップされてるねえ動画やシオンのでもソロ曲みんなに見せたかったソロの,の3 6六個を見せたかった クショタイム。うえ。今日はカラオケできません。<laughs> もう喉を使いちゃいました。できません。今日は。ミンチョディッピングソースの。 あのフンボ <laughs> まあまあねもうもう眠いので今日はもう寝ます寝ます皆さんも今日お疲れ様でしたでなんか 明日もフーアと練習しようって思ってて思るそしてなんやってなんやっけあ,あそうそうそうなんかシオンの実物を見た方が初めての方も多いと思うんですけどあのね最初は違う人のペンライトだったんですけどなんかいつの間にかちょこちょこシオン色紫と白に。 変わってずっと振っててくださってやっぱ本当に嬉しかったし嬉しかった <laughs> で、うちは日本なんか日本持ってる方も増えてて最初は持てなかったのになぜか塩色で持っていってくださって塩民国増えたらいいなとか思ったし私たち塩民国は。 すごいみんな優しいし面白い方しかいないのでぜひファンの皆さんとともに一緒に仲良くしてほしいのとあの <laughs> ぜひ私にあの一歩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 けじせよ私のこと好きになってもらったらいいなって思います <laughs> はい。私はずっと言っているんですけど実物の方がいいので <laughs> そう優しくて面白いしみんな仲良しなのでぜひぜひあの心強いおたかつをできますみんなが優しい団結力がすごいのでそう途中で気づくんよペンライトカラー変わったら実物みたい。 前回のリアルおなし会とかあったのでもし今回もあったらリアルおなし会ぜひ1枚だけでも着てみてください実物気になる方1枚だけでもいいので着てみてください私実物に自信あるので1枚で落とせ落とします <laughs> 落とします やっぱででも公演とは違うんですよメイクとかも違うし髪型も違うしカラコンとかもできないので <laughs> もうちょっと垢抜けてる感じの自分を見せたいんです、まあ、昇格できたら舞台あの公演でもいけるけどはいということであの順位発表したいと思います えベイサイド行って1時間遅れたえー、やばいじゃん <laughs> 私からマジで可愛いですよおすすめそうだよ <laughs> そうカラコン禁止あの自分でメイクも禁止おキれさおねちゃれさそして今日はもう自分の中ですごい完璧な感じでした完璧じゃないけど自分の中で満足してます今日のライブ すごい満足してます嬉しいです楽しかったですえっと何言った何いいつもりだったからわかんないミンミンさんありがとうお話会待ってます p p ありがとう今日来てくれて嬉しかった <laughs> そう、メイクも禁止ですメイクさんがやってもらうことしかできないですあそうやそうやあのこれだけ言いますねあの白組の時あのップ大阪ベイサイドで公演させていただくんですけど昔あの合格最終合格を数字あの言われた時に私新選組とここにだって天使がいるよって公演を 去年やったんじゃないですか大阪ベイサイサドででその時初めてあのメンバーの前に見学させてもらって朝から晩まで全公演みるさんのソ,ソロコンもそうやし全公演を私見させてもらってずっと大阪ベイサイドに出席しましたあの3日間2日間か3日間出席しててもらってその 見学してててもらっっそのの楽屋でででの上の方に最終合格ですす言われたんですよだから私にとって大阪絶賦大阪ベイサイドってすごい思い出があるところなので初めてメンバーとしてそのステージに立つなんてすごいことだなって思うしなんか本当にエモいって思うので、うん、そうメンバーの前。 あ卒コンじゃなくてソロコンですソロコンミルさんのソロコンサートをゼップ大阪ベイサイドでやってたんじゃないですかだからあの私は日本語しか話せなくて大丈夫ですよ私日本語できるので <laughs> そう私は本当にエモいと思って白組のコンサートを頑張るので皆さんもそのことを忘れずに シオンがメンバーになる前に見学したところでメンバーとしてステージに立てるって思ってくださって一緒にあのエモい気持ちを持って楽しみたいなって思っていますなので順位発表します <laughs> 順位発表しますもうたくさん喋っちゃったもうおしゃべりだからダメなんよ私 おしゃべりすぎてダメないよ。1歳さピピさんありがとうピピ12いしおまよさんありがとう。11いゆりやピースさんありがとう。10位うみちゃんさんありがとう。ドーナツ。9位ぞうかさんありがとう。8いブッキーさんありがとう。7位ともさんありがとう。ドーナツ。6位けんさんありがとう。 8位、ミンミンさんありがとう。4位、サニーさんありがとう、こんばんはー。3位、まーちゃんさんありがとう、トーナツ。2位、オレア寿司さんありがとう、ナツ。1位、アルナさんありがとう、ナツ。ありがとう。ありがとう、ナツ。シアン、ニジョアへ。マニジョアへ。えー、ぐっすり眠ります、もう。 限界です <laughs> もう限界やお疲れ様でしたありがとうございましたみんな Thank youThank you very much ちなみにコンサート終わってご飯バーガー食べるって言ったのに昨日本番前だったのにご飯バーガー食べちゃいましたそしてれいこさんと焼肉 コンサート終わって焼肉行く約束したのでレイこちゃんと焼肉楽しみですバイバイ <laughs> おやすみなさいバイバーイ